お時間になりましたので、これよりベースフード株式会社2023年2月期第4四半期及び通期決算説明会を開催いたします。本日はご多忙の中、決算説明会にご参加いただき、誠にありがとうございます。開催にあたりまして、各種お願い、ご連絡事項を申し上げます。本説明会は、決算説明を40分程度実施した後、質疑応答のお時間を設けております。質疑応答は、コントロールパネルの Q&A 機能よりテキスト形式にて16時40分までお受付いたします。16時40分頃から質疑応答に移らさせていただき、頂戴したご質問を読み上げ、ご回答させていただきます。お時間の関係上、すべてのご質問にお答えできない場合もございます。あらかじめご了承ください。なお、チャット機能は使えませんので、何かお困りごとがございましたら、Q&A 機能でお知らせください。また、説明会終了後、3分程度のアンケートをお願いしております。ご協力いただけますよう、どうぞよろしくお願いいたします。それでは、これより代表の橋本よりご説明の方に移らさせていただきます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ベースフードの代表の橋本です。本日はありがとうございます。弊社のミッションは、試食イノベーションして健康を当たり前にです。簡単で美味しくて体にいい、すべてを満たす試食がもしあったら、世界中の人が健康になれる、そういった考えでベースフードを創業し、今までやってきています。今後も弊社はこのミッションを追求し、実現し続けてまいります。弊社の商品は、ベースブレッド、ベースパスタ、ベースクッキー、ベースデリと、パン、麺、クッキー、中食をメインカテゴリーとしています。弊社はパン市場であったり、麺市場、お菓子市場、中食市場と、市場に参入するような商品を出し、例えばパンでおいては、ベースブレッドプレーンを出した後に、チョコレート、メープル、シナモン、カレー、ミニ食パンと、そのマーケットの中で売り上げを拡大し続けています。ベースフード社においては、期間限定の1回限りの商品や季節性の商品というのは存在しません。ベースフードは、販売開始した商品を販売し続け、改善し続け、その商品を起点にバリエーションを広げ続け、売上を積み上げています。それによって、売上が指数関数的に積み上がっていくようなビジネスモデルを構築していて、これが今後さらに加速していくと考えています。弊社の基本的な商品の説明なんですけれども、ベースフードというのは、多品目で栄養バランスがいい健康な食事を簡単に実現する完全栄養の主食です。ベースフードは、一般的な主食と違い、全粒穀物であったり、豆類、海藻類や種実類等を主原料とした栄養バランスのいいパン、麺、クッキーという画期的な商品を作っています。それが、炭水化物中心の、精白穀物中心のパンの、例えば味、香り、食感に近づけば近づくほど多くの人が買ってくれる、そういった商品のコンセプトです。ビジネスモデルとしては、ベースフードは一般的な食品メーカーとは大きく異なるビジネスモデルを展開しています。まずは、自社の定期購買が中心になっていて、そこでお客様の、例えば解約された方の解約理由ですとか、こういった商品があれば購買を増やすみたいなデータが日々蓄積されています。それをもとに、弊社の R&D が IT のアプリ開発のようなアジャイル開発によって、プロトタイピングを、細かいサイクルを回しています。これによって、確実なお客様の声を、プロトタイピングによって満たすものを、商品を企画し販売していくという、確実に当たる商品を出し続けられるようなビジネスモデルを構築しています。生産に関してはアセットレスでやっておりまして、ミックス粉、ベースフードの原材料のミックス粉は、複数の工場様、複数の会社様に分散させていただいて、商品の内容、原材料の内容が秘匿性高いまま生産できるようになっています。また、商品の生産に関しましても、非常に信頼性の高い大手を含めました各メーカー様に委託しておりまして、キャパシティに関しても問題なく増やせる状況にあります。ベースフード社は、R&D だったりとか、デジタルだったりとか、マーケティングだったりとか、そうしたところに集中できる体制が作られています。サプライチェーンにおいては、自社倉庫で自社出荷しております。それが、定期購買のお客様のご自宅に届くケースもありますし、例えばコンビニ様の配送センターのようなところに届けるという形でやっております。ベースフードは、完全栄養の主食を開発販売し、社会課題解決に取り組むフードテック企業です。ベースフードは2016年に、
変更、そうですね、2016年に創業しました。日本の最大の社会課題は少子高齢化による社会保障負担の増大だと考えています。そのためには健康寿命の延伸が急務です。健康寿命を延伸するためには栄養、睡眠、運動という予防の3要素を満たす必要があります。昨今の日本においては専業主婦の数が減少し、共働き一人暮らし世帯の数が増えておりますので、主食、主菜、副菜、もう一品という理想的な栄養バランスといい食事というのは非常に困難になっています。そうした現状を受けて、主食だけで主食、主菜、副菜、もう一品のような原材料のバランスや栄養のバランスを満たすような商品が作れたら、この問題に解決に大きく貢献できるのではないかという思いで2016年に創業しています。また日本だけでなく世界でサステナビリティが喫緊の課題となっております。ベースはサステナビリティにも当然取り組んでいる会社です。世界の温室効果ガスの削減余地の施策のランキングの中で、フードロスの削減と植物性中心の食生活というのは共にトップ5に入っている非常にインパクトの大きい施策です。ベースフードは一般的な食においては精白された穀物が原料となりますので、穀物の表皮の部分、栄養豊富な表皮の部分は捨てられています。私どもは主食というものが世界で最も食べられているものなのであれば、それと同時に捨てられているものは世界最大のフードロスであると考えています。ベースフードは穀物の表皮の部分を食感も風味も良くして主食に含めるテクノロジーを磨いております。またベースフードは一般的にはそのプラントベースと植物性中心の食生活というのは、例えばハンバーグのようなものを中心に取り組みが進んでおりますが、ベースフードは主食、パンや麺やクッキーに植物性タンパク豊富な大豆等を豊富に含めることで、その主食をでタンパク質を取り、主菜の数を減らすという形が自然な形かつソーシャルインパクトの大きいと、より大きいと考えています。まとめますと、ベースフードは穀物の全粒粉であったりとか表皮の部分、あるいは大豆等の豆類、植物性中心の食生活を実現する豆類を豊富に含む栄養バランスのいい食を作り、そのテクノロジーを磨くことによってサステナビリティに大きく貢献できると考えています。また職場環境もサステナブルであると考えています。ベースフードは急成長するスタートアップであるにもかかわらず、創業以来の累計退職者が1名という稀有な存在になっています。ベースフードは今後も高成長と社員の健康という、両方のサステナビリティを実現できると考えています。市場規模について最後に基本的な説明としてさせていただきます。ベースフードは麺、パン、パスタ、お菓子類、中食といった超巨大市場にリーチするようなプロダクトとなっています。まずはその炭水化物中心の、精白穀物中心の食と比べると味が劣りますので、やはりそこに関しては、その健康だから食べるという方がまずはコアターゲットになってくると考えています。そう考えると弊社のマーケットサイズは8100億円と考えておりますが、先ほどから述べております通り、ベースフードの商品が炭水化物中心の食と同じぐらい美味しくなっていけば、この 13% という天井はなくなると考えており、さらに大きなマーケットがあると考えております。はい、では2023年2月期の通期の結果をご説明いたします。まずは売上高に関しましては、前年通期比プラス 77.8% で約 98.5 億円で着手という、非常に高成長を継続することができました。一方で営業利益率に関しましては、マイナス 8.2% からマイナス 9.9% とやや拡大しました。これに関しましては、2023年2月期は我々上場させていただいた年で、そこでの資金調達も予定されておりましたので、2023年2月期というのは我々としては上場後の成長戦略の仕込みをして投資を拡大するフェーズだと考えておりましたので、最終的には一定に範囲に営業利益率を収めたんですけれども、投資を一定拡大することは当初計画していたことであり、今後利益率を改善していきたいと考えております。はい、売上高は順調に成長しています。後述しますが、2023年2月期の第4四半期に関しましては、営業利益率と売上のバランスを見て調整をかけたんですけれども、これは2024年2月期の売上の成長の鈍化を意味するものではないので、これについては後述したいと考えております。はい、営業利益率に関しましては2023年2月期の第4
四半期に関しましてはマイナス 15.6% からマイナス 7% と大きく改善することができました。これは2023年2月期中にやはりその資本市場の変化でスタートアップにも営業利益率がより求められるような状況になり、2023年2月期中に準備していたものの成果が出始めたと考えています。ですので2023年2月期第4四半期の営業利益率の改善を皮切りに2024年2月期、2025年2月期と営業利益率が改善し続けられると考えています。はい、これからはチャンネル別の売上をご説明いたします。まず、弊社は定期購買が中心になっています。自社 EC と書いてあるものは弊社のウェブサイトでの定期購買がほとんどであると考えていただいて大丈夫です。ありがたいことに弊社の定期購買者数、これは解約者を除く現在アクティブな定期購買者様の数は 16.3 万人と、大きく増えました。定期購買 の中では大きいプレイヤーの一つになりつつあると考えています。また一人当たりの定期注文 の単価に関しましても、約1回あたりですね、4900円から5000円と薄まることなく向上することができました。これに関しては向上する今期は新商品や商品改善、サービス改善が一層拡大しますので、さらに上げていけると考えています。なので定期購買者数も平均購買単価も上げていけると考えています。また定期購買において最も重要な KPI は解約率の減少だと考えています。解約率に関しましては 6.7% と改善を続けることができていますし、これはやはり新商品、商品改善、サービス改善によって改善することが、実績としてかなり信頼性高くなってきてますので、それを今後さらに拡大することで解約率というのはさらに減少していけると考えています。はい、リテールチャンネルですね、コミュニティ様を中心としたリテールチャンネルはありがたいことに導入店舗数が急拡大しておりまして、2023年2月期の末時点で約3万5000店舗ですねに入っています。また 1店舗あたりの月間売上というのは月8100円となっています。この両方に関して大きな伸びしろがまだまだあると考えています。まず2023年2月期導入の中心だったコンビニ様に関してなんですけれども、大手コンビニチェーン店様の最後の導入が始まっているチェーン様においては2023年2月期の末から入り始めていますので、こちらに関しましては2024年2月期に大きく伸びていくと考えていますし、他のチェーン様においても2024年2月期も成長を続けると考えています。またコンビニ様を中心に導入させていただいていたんですけれども、ドラッグストア様ですとかスーパー様でのお客様のニーズも非常に強いと考えていますので、そちらへの導入も進めていけると考えています。また商品数が今導入し始めているところですので、1店舗あたりの導入商品数が限られていますから、こちらをその弊社の商品改善と新商品の増加によって大きく増やしていけると考えています。ですのでこちらも継続して成長すると考えています。はい、2023年2月期の第3四半期から第4四半期に関しましては、先ほど述べた通り売上はやや増加して営業利益率を大きく改善できました。こちらに関してはやはり営業利益率を改善することを優先して売上はやや調整し、また営業利益率が改善したことで、売上向上の効率性も向上しましたから、2024年2月期は売上を大きく成長し営業利益率も改善するという両立ができる状況が整ったと考えています。はい、2024年2月期の見通しについてご説明いたします。2023年2月期は約100億円の売上規模でしたが、2024年2月期は約160億円とプラス 60% 成長が可能だと考えています。これはその前の前の期が約50億、100億、160億という形で、差分としてはそんなに変わらないので、急成長ではあるんですけども、弊社として無理のある数字ではないと思ってますし、この割合に関しましても来期だけじゃなくてさらに先についても継続していける指数関数的成長を継続するようなビジネスモデルを常に考えてきたし実現してきたと考えています。はい、ちょっとここで詳細に述べさせていただきます。売上成長160億円の改善性について、しっかりご説明できればと考えています。
まず、まあ、1.6 倍の売上成長なんですけれども、2023年2月期と比較して2024年2月期はまず新商品の数が4倍以上を、まあ、予定しています。弊社の、まあ、過去5年以上の実績においてやはりその新商品が出た時には広告宣伝費、まあ、顧客獲得コストが下がったりとかですね、またやめてた方が復帰されたりとか、あるいは友達紹介の数が増えたりとか、あと、まあ、新商品が出ると、まあ、継続率が上がります。また導入店舗数も増えますし、導入店舗1店舗あたりの売上も増えていく、まあ、ここは確実に、まあ、見えてきたことですし、まあ、当たる商品しか作らないビジネスモデル、あのお客様の声をベースにしたプロトタイピングというのはご説明した通りですので、それをまあ基盤として昨年2023年2月期に、まあ、社員数を約2倍以上にして R&D を大きく増やしましたから、そこで仕込んだものが2024年2月期に大きく出てきます。なので、まあ、新商品や商品改善をすると、まあ、各種 KPI が伸びるというまあ実績と、今2023年2月期に仕込んでいるものが2024年2月期に出るという、まあ、そこの改善性の組み合わせで売上160億円というのは無理のない数字だと考えています。まあ、より細かく説明すると、そうですね、あとそれに対してまあ追加すると、やはり広告宣伝の効率化ですとか、まあ、そうした取り組みも進めていけると考えています。次に、はい、営業利益率についてご説明いたします。約マイナス 10% と拡大した営業利益率については約マイナス 5% と2024年2月期は抑制し、2025年2月期の数年での黒字化を目指しています。こちらは前回の決算説明でもご説明した通りでございます。でこちらもガイデンスをお示しする必要があると思い、まあ、詳細を記載しています。まず大きかったのはやはり2023年2月期の大きなトピックとして、やっぱり資本市場の変化だけではなくて、まあ、原材料費と燃料費の高騰というのがあったと思っています。こちらに関しては原材料費と燃料費の高騰を、まあ、理由とする分に関しましては、値上げをさせていただくことを、まあ、お客様にも案内させていただいていて、5月に実施することが確定しています。約 10% 程度の値上げです。でまたありがたいことに、まあ、お客様からもご理解をいただいて、ネガティブな反応というのは、まあ、想定以下でしたので、まあ、受け入れていただいたと考えています。なのでこちらによる、まあ、その原価率の改善というのは、まあ、確実だと思います。またそうですね、まあ、弊社は昨年はちょっと一時的に原材料費や燃料費の高騰によって原価は上がったんですけど、まあ、それはその分の値上げで相殺するとして、総論としてはやはりその電気自動車やスマートフォンと一緒で新しいコンセプトの商品ですから、まあ、その原価がどんどん下がっていく、その R&D によって、まあ、原材料の最適化だったりとか製法の最適化によって下がっていくと考えています。ベースは創業以来そのアフリカでも売れるような、まあ、そのアフリカとか、まあ発展途上国でも売れるようなその栄養バランスのいい食ということを、まあ、最終目標にしてやっていて、まあ、それが実現できるような原材料、例えば穀物の全粒粉だったりとか豆類だったりを使って、あと主食というコンセプトでやっていますので、我々のその原価削減というのは、まあ、利益率改善だけじゃなくて、まあ、ミッションにも寄与するものとして、まあ、創業以来やり続けてきたんですし、今後もやり続けていくものですの でそれに関してはもうその2024年2月期のもうその手前といいますか、すでに沈みのものもありますので、まあ、この表に書いている通り、もう一定の改善が見込まれています。また、すでに改善がもう見込まれているものがいくつかあって、まあ、それで一部分を占めるので、まあ、4.9% の一部分、ここに書いてある通り、確定している部分があって 4.9% なので、まあ、大きなジャンプではないと考えています。例えばですけども、先ほど述べた通り、2023年2月期は、まあ、上場後の成長戦略を仕込む時期として、まあ、採用を急拡大して、でまあ、人件費を増やしたんですけれども、もう2023年2月期中に採用拡大フェーズは終えてますので、今は採用はかなり限定的ですから、まあ、売上が増えていくと同時に、まあ、自然と人件費割合が下がっていっています。また、決済手数料の変更等もすでに実施しています。あと、まあ、ここからは、まあ、ガイデンス性が、まあ、そこまでではないんですけれども、引き続きやっていることとしては、やはりその広告宣伝の効率化だけじゃなくてですね、そのオーガニックの成長ということを
まあ、昔から大事にしてますし、今さらに強化しています。営業利益率を改善するために。ですので、まあ、その広告宣伝だけじゃなくてですね、その友達紹介だったりとか、復帰だったりとか、解約したのを、まあ、そうです。解約者の復帰ですね。あと、まあ、解約率の低下。あと、コンビニで知っていただいた方、コンビニで試していただいた方に買っていただくという。そうした施策により多くのマーケティングメンバーをアサインして、そこの目標をしっかり立てて注力してますので、ここの改善も見込まれると考えています。そうですね。あと、ごめんなさい。最後に追加すると、やはりその新商品の、まあ、その大幅なアップデートや、追加によって、マーケティングはかなり楽になりますから、まあ、昨年は、仕込みの時期だったので、まあ、新商品と商品改善の数はかなり限定的な中、それでも、まあ、約2倍の売上成長、プラス50億程度の成長ができましたけど、まあ、今期は、貯めてたものが一気に出ていきますので、マーケティングにおいても効率化されると考えています。うん、はい、R&D のロードマップですね。まあ、ここがベースドにおいて、まあ、中心的なことだと考えています。ベースドの正社員の約 30% は、R&D チームが占めています。で、ここに関しましては、やはり目玉としては、2024年2月期は、まあ、前期比の約4倍以上の新商品の、まあ、リリースを予定しています。やはり4倍以上の、まあ、商品のリリースがあるとですね、まあ、売上 1.6 倍というところは、やはり確実性が一定あると考えています。やはりその商品のバリエーションが増えていきますと、例えば新しい顧客層の方々、例えば麺の時とパンの時で、例えば性別だったりとか年齢層が広がりがあったりとか、家族連れの方が買っていただいたりということがあったんですけれども、まあ、商品ラインナップが増えていくことで、その獲得できる顧客の広がりというのがまず期待できます。また新商品が出ると、やはりその話題性がありますから、まあ、口コミが広がったり、PR が広がったりとかですね、友達の紹介が増えたりとか、まあ、導入店舗数が増えたりとか、まあ、そうした影響も大きくあります。また商品の改善もすごい大事だと考えています。究極的には、私たちが目指しているものは、その左のパンと右のパンを食べても、まあ、差が全くわからない状態になって、でも、左のパンは精白穀物中心、炭水化物中心で、右のパンは本当にサラダのような原材料で、多品目栄養バランスがいいものであったら、正直半分以上の方は、やはり栄養バランスが良くて、サラダのような多品目な食を買ってくれると思っていて、そうするともう売り上げというのは、その100億、160億のような規模感じゃなくて爆発的に増えると考えていて、そこにどこまで近づくかということがすごい大事だと思っていますので、その美味しさの改善に人を張っています。特に、まあ、今まではその原材料の配合 の、 まあその組み合わせですね、その例えば15種類以上のまあ原材料を組み合わせたパンというのは、まあ、基本的に世界でほとんどなかった、世界になかったという私の認識ですから、まあ、それ全く新しいこと で、 で、その組み合わせというのはまあ無限にあるんですけれども、その無限にある組み合わせをまあ5年間かけて、まあ、ひたすら試してきてたっていうところで、まあ、そこの蓄積があったので、このベースフードのようなまあ商品とまあ似たような商品ってなかなか出づらかったんですけれども、それだけではなくて、やはりそのよりそのディープティック的な取り組みを開始しています。それは例えばタンパク質多いパンというのは賞味期限が経つと硬くなりやすかったりとかですね、まあ、そもそも硬かったりとかですね、あるいはミネラルが豊富なパンというのはその苦味が強かったりとかですね、まあ、そうしたその味、香り、食感に関してはやはりようやく口に逃がすような側面があったんですけれども、まあ、そこを例えばタンパク質の、まあ、分子構造レベルでの理解と、まあ、そうですね、改変ですね、それは例えば植物肉のまあ会社がその肉のタンパク質の構造と、まあ、その例えば大豆のタンパク質の構造は違うわけであって、それがまあ例えば食感とか風味香り の、 まあその差になってくるわけですけれども、そこを理解して改変していくという、そのまあ分子レベルの、まあその改変みたいなところにまあ取り組んでいるんですけれども、まあ弊社も原材料の配合だけではなくて、そうしたそのタンパク質だったりとか、まあミネラルだったりとか、まあそうしたところのあと香り の、 そのまあ感じるメカニズムとかですね、まあそうしたところ の、 その専門家をどんどん採用していって取り組みを進めているんで、その我々 の、 そのベースブレッドの改善というのは限界突破的な動きを見せています。例えば今回ベースブレッドチョコをリニューアルして、まあお客さんの美味しいという答える数がまあすごく増えて
て、まあ、非常に売上好評なんですけれども、まあ、それも原材料の配合の入れ替えというよりはそのタンパク質に対するアプローチだったりとかミネラルに対するアプローチというものをまず開発してそれを開発できたからそれはチョコだけじゃなくてプレーンにもメープルにもシナモンも全て投入できるんですよね。で今後作られるベースフードにはそれが入った状態でさらにアップデートされていくので、あの我々はその商品開発チームだけじゃなくて技術開発チームもあって技術開発チームが完全栄養の試食を作るためのさまざまなアプローチを作っていて、それをまた資材も試食しながらあのベースフードに搭載していくというやり方をできています。また最後にあの、まあ、配合の見直し、原材料の見直し、これはまあ先ほど述べている通りやり続けていることで、まあ、ここも人はアサインできています、ね。まあ、社員数が約100名規模になって、まあ、R&D イベントが今 30%、まあ、30% なんですけども、あのその前は非常に少なかったので、あの今は、まあ、かなりそのタレント揃いなんですけれども、その原価を下げるという、その新商品において原価を下げるというところにもまあ注力できるようになっています。まあ、クオリティコストデリバリーのバランスの中で、我々はまあクオリティとデリバリーを過去は優先してきました。そのより美味しいものをより早く出すことが意味のあることだと思ってたんですけれども、もちろんそれと同時にメンバーが増えたことによって、同時にコストも下げていく。クオリティが上がってデリバリーした後にコストを下げるという作戦ではなくて、最初からコストが低くてクオリティが高くてそれを早く出すということができるような布陣になってきています。まあ、ですので、まあ、昨年はあの一時的にあの原価率は上がったんですけれども、まあ、こちらは先ほど述べた通り販売価格の変更によってあの相殺させていただいて2020年2月期とかその前から続いていたあの原材料価格ですとか加工陣の、まあ、減少のための配合や製法の開発というところにより加速的に人をアサインさせていくことによってあのより縮小していくということを考えています。はい、最後に、海外展開についてもあの話させていただきます。まあ、1年ほど前から、香港で販売開始しています。でこの2月末時点でまあ、累計ですね、3.7 万袋を突破しているんですけど、まあ、これは為替の関係で袋数で書いてるんですけど、あの 3.7 万袋を突破していて、まあ、うちに 1.5 万袋はその最後の2月単月なので、まあ、あの最初は小さく始めてあのプロダクトマーケットフィットを、まあ、一定しつつあってあの数関数的に売上が増えている状態になっています。またあの販売価格も香港に関しましては日本よりも大幅に上げさせていただいたんですけれども、まあ、値上げの影響による売上の減少はなくてですね、まあ、これによって、まあ、その香港という海外展開においても営業利益率があの、まあ、大幅な赤字ではない形になってますので、まあ、今後売上袋数が増えていっても、あそれと同時に営業利益も大きく増えていくという状態ではなくなってますし、あの香港に関しましても、まあ、今その物流が例えばあの数が少ないと非効率ですので、まあ、そうしたところを改善することによって、まあ、営業利益率も改善していきながらあの袋数を増やしていきながら営業利益の、まあ、悪化には影響しないということを考えています。あのベースフードは海外展開を始めているんですけれども、例えば今まで説明してきたものの中でその海外展開の例えば営業利益とかに占めるその影響とか非常に軽微ですし、あの、まあ、今後もそこまで軽微ではないと思いますけれども、あの海外展開も考えつつ、あの2024年2月期の営業利益率マイナス 5%、その次の月、あその次の2025年2月期の、まあ、黒字ということを、まあ、ご説明しておりますので、そこはあのご心配いただかなくていいかなと思っています。で、香港はやはりその中国本土の進出のための、まあ、そのテストマーケティングの意味合いがまあ強かったです。で、やはりその香港という市場においてやはりそのベースフードというまあコンセプトだったり商品というもののまあ重要性は非常に高いということをまあ考えています。その海外展開においては非常に順調な立ち上がりですので、まあその中国展開のやはりポテンシャルは相当あると考えています。まあ、一方で中国での販売というのはまあ一定のハードルがありますから、まあそのリスクマネジメントも含めてまあ今準備を始めているんですけれども、あのまあその準備はあのしばらく前から始めているんですけれども、あの販売開始がまあ2024年2月期中にはできると考えていて、まあ、そのもちろんさまざまなことに考慮しながら中国という、まあ、巨大市場において、まあ、中国
やっぱ糖尿病の問題ですとか、まあ、少子高齢化による社会保障費の問題とかはやはり非常に大きいですから、その日本のヘルスケアの取り組み、日本のおいしい商品というものを入れていくということは、すごい社会に貢献できると考えています。またアメリカにおいても、実はベースフード社はアメリカと香港はコロナ前にはまあ販売していて、そもそもやはりフードテックとか、まあ、そのいうのはグローバルで勝負できると考えて起業しています。日本というのはおいしい食や寿命の長い健康、あるいはそのハイテクというところが世界で見たらキーワードですから、ハイテクを使ったおいしくて健康な主食というのはグローバルで勝負できると考えていますし、食品技術者においてもやはり日本にいる食品技術者はレベルが高い、イノベーティブな商品を出していると考えていますので、日本で、まあ、少なくとも日本においてはフードのスタートアップとしては、まあ、第一人者と考えていますので、海外展開においても大きな成果が出せると考えています。アメリカに関してはやはりそのパン市場が非常に大きいこと、また完全用ドリンクなんですけど、まあ、やっぱ完全用ドリンクの市場が一定あること、またあとフードテックとかあと D2C のような、まあ、商品の市場規模も一定大きいことから、まあ、需要性が非常に大きいと思っていますが、まあ、一方で距離があることからやっぱり現地生産とかが一定必要になったりすると思っているので、まあ、そこの準備が一定の時間がかかると思っていますが、アメリカはやはりポテンシャルのある市場なので、コストとかリスクとかにを考慮しながらしっかりチャレンジしていきたいと考えています。そうですね、じゃあ、まあ、最後にちょっと、まあ、討論まとめという形で、まあ、述べさせていただくんですけれども、まあ、売上に関しましては、2022年2月期から2023、2024年2月期で、まあ、約50億、100億、まあ、160億という、まあ、過去現在未来を考えていて、まあ、営業利益率も、まあ、約、まあ、マイナス 8%、マイナス 10%、マイナス 5% という過去現在未来を考えています。それはその、まあ、現在というか、その2023年2月期というのは先ほど述べた通り、まあ、投資フェーズだと考えていますので、2022年2月期の価値パターンを、まあ、継承しつつ、2024年2月期以降の、まあ、5年間の成長戦略というのを仕込んだと考えています。でそれが、まあ、我々の中では、まあ、仕込みが終わっていますので、2024年2月期にどんどん出てきて、営業利益の縮小と、まあ、売上の大きな拡大というのが、まあ、今後5年間も数関数的に続けられるような状況になっているし、営業利益率も改善できると考えています。はい、ちょっと駆け足にはなったんですけれども、以上で私からの説明は終了させていただきたいと思っています。少し早めに終わることができたので、より多くの質問に答えられると思いますので、よろしくお願いします。うん、それではこれより質疑を行わさせていただきます。まず最初のご質問を読み上げさせていただきます。完全栄養の食品について本社の競争優位性はどこにあるとお考えですか？大手即席麺メーカーなどを TBS やコリチャンネルで完全栄養を訴求する商品を展開拡大しておりますが、そちらの動向についてはどのように見ていますかというご質問をいただきました。はい、ありがとうございます。まず、まあ、そうですね、まあ、ちょっと個社名の話はちょっと話せることと話せないことがあるというか、その我々が話すべきことと話すべきことでないこともあると思っているんですけれども、まずその商品ラインナップとしては、その完全養殖のマーケットという中では住み分けが発生していると考えています。各社とも完全養殖というマーケットを拡大する存在でありながら、まあ、おっしゃっていただいた通り、その即席麺を中心とするプレイヤーだったりとか、我々のようなパンを中心とするプレイヤーがあります。で、まあ、その完全養殖という言葉でくくられると競合するように考えられることもあると思うんですけれども、実際例えばじゃあパンマーケットと即席麺マーケットで競合するって今考えられているかというと、競合するとは考えられてないと思うんですよ。独立したマーケットで、まあ、なのでその炭水化物中心の栄養バランスが、まあ、炭水化物中心のマーケットにおいてパンマーケットと、まあ、その即席麺マーケットが、まあ、まあ別だと捉えられているわけですね。もちろん胃袋だったりとか、まあ、時間の、まあ、占有という意味ではそうなんですけど、それでいうと、まあ、全てそうなので、なのでその、まあ、栄養バランスがいいものが当たり前という食のマーケットになったとしても、やはりそのパンと即席麺というのはやはり、まあ、趣味嗜好も違いますし、まあ、一定区別されるマーケットだと考えています。でまた競争優先に関しましては、まあ、一つは弊社はやはりその多品目で栄養バランスがいい食が求められていると考えています。
その炭水化物中心の主食にそのサプリメントを取ればいいというふうには私どもは考えていませんし、それはその科学的にも一定のエビデンスがあることだと考えています。健康にいい食材、健康に悪い食材というものもありますし、あの栄養バランスということも同時に大切だと思ってますので、我々は多品目で栄養バランスがいい食事という、まあそのまあ、言って確固たるもので、あの我々もその子どもの頃から推奨されていたようなものを、まあ、実現したいと思います。なので、まあ、例えばその大豆ですとか、その例えばですけどパンにプロテインパウダーを入れるのと、その大豆を入れるのだと、やはりその製法の難易度、配合の難易度大きく変わってきますので、その、まあ、その製法も違いますし難易度も違うので、まあ、そこをまあ追求しているプレイヤーというのは世界で見ても私の認識だとほとんどないと考えています。またあのやはりその大手様の参入というのは、まあ、過去もあったし今回もあったんですけれども、まあ、ご存知の通り我々 の、 そのご説明した通り我々の決算に関しては、まあ、大きな悪影響は、まあ、常にないので、我々はあの一定の自信を持っています。あの2016年にこのミッションを掲げて創業したという旗印もありますし、まあ、その上場までやってきたメンバーがもうほとんど残っていますので、やはりその経験もたまっているし勢いもあると思ってますので、あのこのまま突き抜けていける、この完全食のマーケットにおいて第一級のプレイヤーとして突き抜けていけると考えています。それでは次の質問に移らせていただきます。なぜ御社がディープテックを使った開発改善ができるのでしょうか、他社にはできないでしょうか。また24年2月期にこれだけの商品リリーススピードが急に実現できる理由は何でしょうか。という質問いただきます。はい、ありがとうございます。そうですね、いや、あのまず我々がその完全への試食に対するディープテックをやるモチベーションであったりとか、投資対効果が最も高い状況にあるからだと思っています。もちろん他社様が、完全養殖のディープテックで取り組むことは可能だと思っていますが、今我々は例えばそこに一定の金額を投資したら、その商品が改善されたとすると、そうするともうその15万人のお客様の商品が、まあ、すぐに改善するわけですし、まあ、約4万店舗のコンビニ等のクオリティに入っているものが改善するわけですから、その投資対効果が非常に高い状態になっていると考えています。またあの弊社は採用におけるその立場が非常に有利な立場にあると考えています。やはりそのベースフード社に入りたいと考えている先見性があったりとか、チャレンジングな方々だったりとかは非常にそのベースフードに注目していただいています。その食品業界だったりとか、まあ、ヘルスケア業界だったりとか、食品会社の中でベースフードというのはやはり知名度が高くて、でかつベースフードというのはやはりその社員数がまあ相当その少数制でやらせていただいています。まあ、売上100億に対して社員数100人規模ですので、まあ、あの一定の人件費を払うことができますから、その、まあ、この業界においては相対的に高い人件費を払うことができますし、まあ、それを先ほど述べた通り、まあ、即座に回収できるという状態は優位にあると思います。なので定性的にも定量的にもディープテック、完全養殖でディープテックやりたい人たちを、まあ、その吸収するような状況になっていると思っています。で商品リリースに関しましては、まあ、あの急にできたというわけではなくて、あの当然その一つの商品を出すのに一定のコストをかけなきゃいけないんですけど、まあ、それを2023年2月期に、まあ、貯めたという形ですね。やはりそのどんなにその我々 の、 その採用ポテンシャルが高かったとかですね、優秀な人が入ってきたくれたとしても、まあ、入社して半月後とかにそのリリースすることはやはり不可能ですので、あの2023年2月期はやっぱりその採用しているフェーズなので、あのどうしてもそこに入ってきたメンバーのリリースというのは1年後程度になってきます。そういった意味だと2023年2月期に、まあ、相当程度の採用をしました。創業から、2020年2月期ぐらいまでは、まあ、大体社員数は50名いかないあの程度で、まあ、本当に徐々に伸ばしたのが、まあ、どんと、まあ、1年間2倍以上増やして、しかもそれはあの、まあ、テック化すると、その上場する意味というのはその、まあ、
ディープテック、まあ、その IT だけじゃないディープテックのスタートアップというものは、まあ、日本に相性がいいはずだし、まあ、そのそういう価値パターンをやっぱ作るべきであると。そのテスラやモデルナのようなあの会社をまあベースドになりたい、そのフード版のテスラやモデルナのようなデジタルディープテックの会社になりたいという、まあ、そのコンセプトを、まあ、その上場前の年に掲げて、で、採用をかけてたんですよね。なのでその貯めたものが出てくるので、なので2024年2月期以降は、これ以上のペースでいくと思います。その上場の前と後で、性質も、その角度も、変わったと考えています。はい。それでは次の質問に移らさせていただきます。商品の値上げについて、買い控えなど、販売数が鈍化が発生するリスクをどのように考えていますか。それは考慮してたんですよね。で、その場合の対応も考えてたんですけれども、もう案内してからしばらく時間が経っていて、そういったような状況は見られていないので、もちろんその5月の実施の直前に、まとまって発生する可能性はあるとは思っているんですけれども、その案内してからその状況というのをずっと見ていて、それが我々の想定よりかなり限定的だった。でこれはやはり、多分小麦価格自体の、値上げがその NHK で発表されてたりとかですね、あとやはりその各社その値上げしてるのが一般的なので、やはり一般的な出来事だと捉えられた。なんかその我々が想定してた以上にあまり反応が そこまで大きくなかったと。ので、現時に言えることは、結果は非常に限定的。それを想定して、一定の場を作ってた分が、浮いていて、一定その売上とか利益の、その我々の見通しに対して有利に働いていると考えています。それでは次の質問に移らさせていただきます。23年2月に前年比で上がり、が若干低下しています。理由を教えてください。また EC とリテールのどちらの収益性が高いのでしょう。普通に考えると EC の方が営業利益を稼げそうに思います。短期的にリテールの増え方が強いとサラリー率は下がるのでしょうか、という質問をいただきました。スライドをちょっとそれに合わせてもらったりか。2023年2月期の粗利率としましたよね、まずそのスライドってあります。多分前グラフでありましたよね。これじゃない、これかな。売上総利益率っていいんじゃないですかね。で、2023年2月期の粗利率が、はいはい、そうですね、ちょっとお答えになってるかちょっと定かではないんですけれども、まずご説明した通り、原材料費と燃料費の高騰を受けて、当然それはやはり我々も支払うべき金額に関しては支払ってますので、それで一定上がっています。そこが大きいんですけれども、あともう一つはやはりその先ほど述べたように、我々もともと新商品というのはコスト高く出してたんですね、今までは。その新商品というのはやはり最初は販売数も多くないですし、かつその、非常にその今まで美味しいものがさらに安くなるっていうのはやっぱり難しいので、そのクオリティコストデリバリーっていうのはやっぱバランスだと思うんですが、これはフレームワークだと思ってるので、なので、より美味しいものをより早く出して、で売上を増やしながらそのコスト削減策をやっていくってことを、今までの、その R&D メンバーって限定的でしたから、そういうやり方をしていました。で、そういった意味だとそのベースブレッド食パンという、その非常に美味しくなったパンに関しましてはベースブレッドプレーンよりも、その原価率が高かった商品でした。で、そこの対する原価削減策が2023年2月期中に出せなかったんですね。2023年2月期中の末頃に出したんで、2023年2月期中に反映されなかったんですよね。なので、その2つが主にあって、その原価率が一定悪化しています。ただそれに関しては先ほど説明した通り、商品の値上げを実施することと、それで原材料費とか燃料費は相殺されるということと、あとそうですね、新商品のリリース時点での、その原価削減というのも織り込める状態になっていて、今後出てくる新商品というのは、その
原価が上がるような商品を出さないようにして、むしろ下げていくような、それ美味しくなってより安くなるみたいなところを、まあ、その人をかけてやってますので、まあ、そこで状況が変わると思います。あとそうですね、EC とリテールに関しましては、あらり率に関しては、卸値で卸していることから、EC の方が高くて、高クオリティの方が低くなります。一方でその EC に関しては、まあ、その我々が集客しなければならないので、まあ、広告宣伝費等が、まあ、多くかかってきますが、まあ、その店舗様におかれましては、その我々が集客しなくても買っていただけるので、営業利益率に関してしては、そのリテールの方が、まあ、むしろというかリテールの方がいいというような形になってますが、我々はそこのなんかそこただ足してるってわけではなくって、そのコンビニ、例えば定期購買のために、例えばデジタルで広告を回してたりとか、まあ、そのデジタル上の、まあ、例えば SNS 等で、まあ、露出している。でそれを、まあ、見たお客様が最初から定期購買するのはハードルが高いので、まあ、近くのコンビニ等で見て買っていただくということで、まず我々が送客できる。で、そこで、定期購買だったら、多分その広告からは、まあ、失注してた人が、まあ、一袋だったらという形で食べてくれる、知ってくれる。で、それが思ったより美味しいとか、すごく気に入ったってなると、まあ、じゃあ、その定期購買すれば、まあ、その健康になりますから、その継続して、毎月15食とか20食食べられますし、また定期購買の割安なので、まあ、定期購買していただく。その定期購買してる方が、まあ、ちょっと追加したいって時に、まあ、じゃあちょっとコンビニで足すとか、あとその定期購買してて、まあ、その食なので一定の空きが発生して、まあ、解約も一定あるので、そうした人が、まあ、コンビニ等でリピート買いをしていて、そこでまた新商品が出たことを知って、あそうなんだと定期購買に持ってきてくれる、まあ、そうしたあのシナジーが入っているので、もう少しこうエコシステムのようにこう混じり合っている形だと考えています。それでは次の質問に移ります。5から10年の中長期的に目指す売上規模、EC とリテールの比率をどのようにしたいとお考えでしょうか。この際の商品数は現状と比べてどの程度増えていることを想定していますでしょうか。ご質問いただきます。はい。はい、まあ、ここはその5年、10年というのは、まあ、今回の見通しには含めてないので、まあ、そこまで確定的に申し上げるものではないんですが、まあ、我々 の、 その旗印としては、まあ、0、1、10、10、100と、まあ、常々我々は考えていますし、まあ、社内では言っています。0、1というのは、我々は創業から5年、販売開始から5年で100億という新しいマーケットを作ったよねっていう、まあ、自信です。1、10というのは、であればそれを5年で100から1000億に売り上げできるよねと思っています。10、100というのは、1000億円から1兆円です。これはやはり健康を当たり前にする、試食イノベーションをすると言ってるのであれば、国内だけでも年商1兆円を目指すべきだと考えています。ここは5年とは言わず、やはり10年程度かかると思いますので、今後5年で100億を1000億に売り上げを、でその後さらに10年で売り上げを1兆円ということを、まあ、そのミッション的には考えています。もちろん私はその、まあ、ビジョンミッションを当然代表として一番大事にしますから、それを強く実現するつもりですけれども、まあ、そのように考えていますが、まあ、もちろん現実というのはまあ、より複雑で具体的なものだと思ってますので、その160億の売り上げということを達成し、営業利益率をマイナス 5% をもしと言いますか、これは達成するんですけど、まあ、これ達成できればその1000億円のガイダンスは高まると思います。これなぜかというと、その 1.6 倍の5乗すると5年で売り上げ1000億になるからです。我々は過去5年間も数関数的成長を遂げてきました。そのむしろ売り上げが拡大すればするほど率が増えていくというような、0-1の5年間をやりましたので、まあ、そこまではいかないにしても、まあ、一重で 1.6 倍の5乗で1000億円を目指すのが、まあ、今我々が上場後に掲げている成長ストーリーです。チャンネルの割合に関しましては、まあ、こちらはその、まあ、そのチャンネル様側の状況もあると思いますし、我々が決めることではない部分もあるので、まあ、その確定的なことはより言えないんですけれども、ただやはり定期購買がその過半を占めという状態は継続すると考えています。というのはやはり我々はそのヘルスケア事業者でもあると考えています。その月に1回栄養バランスがいい食を食べても、その、まあ、正直そんなに影響はなく
ないと考えています。やはりその月10食とか15食とかいうものを、例えば1ヶ月とか、あと1年とか、さらに10年とか、続けていくことで大きな効果が出ていくと考えていますので、やはり定期購買をまあその中心になっていくと考えています。そうですね、商品数は、まあその、まあ、ちょっと1兆の時はちょっと正直そこまでは想定できてないんですけども、1000億円に関しては、まずは少なくとも、例えばパンも、まあ今、まあ、約5種類程度ですけども、まあ30種類とか50種類ぐらいはあっていいと考えています。それはやはりそのパン屋さんのパンの種類数ですとか、まあ、コンビニのパンコーナーのパンの種類数はそれぐらいありますから、例えば我々クロワッサンもないですし、まあ、バゲットもないわけですし、まあ、様々なパンはまだない、まあ、その非常に限定的な種類しかないので、まあ、あの多くの商品を作っていけると考えていますし、またあの主食を食材としたような、まあ、例えばサンドイッチだったりとかハンバーガーだったりとか、まあ、そうしたまあ冷凍パスタもそうですけど、そうした展開も多くあると思っていますので、まあ、パンだけでまあ30種類以上とか、あと中食だけで20種類以上とか、まあ、そうした想定をしています。それでは次の質問に移らさせていただきます。売上成長のために施策をいろいろと考えると思いますが、回答できる範囲で現状の手応えとしてはいかがでしょうか。うんうんうん、これあれですね、あの160に増えるあの 表がいいかな。はい、はい、そうですね、まあ今4月ですので、まあ、その3月の実績がまあ出ていますと、まあ、これは公表しませんけれども、あともちろんその昨年通期2023年2月期までのまあ仕込みっていうのは当然あるということを考えると、まあ、あの もちろんその自信があるわけで、まあ、こういったその一定自信がないとこういった公表はできないので、あの一定自信があるその我々として公表できると考えて公表しています。なんかすごいボールドなその目標っていうよりは、その開示するためのあのまあ見込みというのをしっかりあの作り上げてきたつもりです。まあ特にやはり、まあ、新商品がこれまあ前期比4倍以上と書いたんですけど、ここは4倍以上はまあそのかけると思って書いてるんで、まああのまあその4倍以上で、あの、出せる。もう、まあ、その、アップサイドもあると考えていますので、まあ、ここはかなり大きいと思います。その、まあ、正直、こんなに商品が出せる状態で、まあ、その会社を経営したことがなかったので、まあ、ここはかなりエポックメイキングだし、その、まあ、新商品2つとかで、まあ、50億から100億っていう、まあ、その、ことを、まあ、この1年間、2023年2月期でやってきましたので、まあ、そうしたと考えると、まあ、こんだけ、まあ、手玉があるというのは非常にありがたいと考えています。また商品改善はそのチョコパンのリニューアルというのはその2023年2月期のまあ後半でしたし、あとメープルプレーンシナモンの改善というのは、まあ、あの今期の頭でも実施済みなので、まあ、ここもできているということは、まあ、その2つ意味合いからと思っていて、まあ、それによるその解約率の低下だったりとか、まあ、そうしたもののあの反映が2024年2月期にまあされることは確定だと思いますし、あとやはりその商品リニューアルができたってことが大きいと思います。あのやはり我々は先ほど述べた通り原材料の配合によるアップデートはしてきたけど、そうではない、まあ、例えばそのタンパク質だったりとか、まあ、特定の香り成分だったりとか、まあ、あのそうしたことにその特定したそのディープテクティックアプローチをやってそれを搭載するということはまあ、やってなかったんですけど、まあ、それをまず技術開発できた。で、あの資材も取れている。で、かつそれをあの商品にまあスピーディーに搭載できている。まあ、あのこのあたりは今後 の技術開発、商品開発のまあベースになっていくと考えています。あと、そうですね、あのまあ、マーケティングに関しても、やはり、商品改善というのは非常に伸びしろだと考えています。やはり昨年と比べると一定楽になっている部分はあるかなと考えています、うん。はい、それではお時間も迫ってきたのでこちらで最後の質問とさせていただきます。移転の店舗数が急拡大しているのですが、その理由があれば教えてください。またこのペースでの店舗数の拡大は推移するのでしょうか。質問いただきました。
そうですね、はい、ありがとうございます。まあ、ここは、これもその、まあ、ミケル様側の考え方があるとは思うんですけれども、まあ、その私の立場からすると、一つは、やはりそのベースフードという商品は、リテールに導入されないまま、定期購買を中心として開発と販売を続けてきた期間が非常に長かったわけですよね。このグラフでいうと、この2021年8月ぐらいから入り始めてるってことを考えると、まあ、創業は2016年、そこから開発始めてますし、販売2027年から販売しているので、まあ、その商品力の向上と、まあ、その認知度だとか好感度みたいなものの向上というのは、この2021年8月までの間に、まあ、ずっとし続けてたわけです。でその状態で我々もそのリテールでそこまで受け入れられるとは分からない中で一部店舗に導入したら非常に好評だったのでどんどん入っていったと考えていますので、まずはこの2021年8月までの、まあ、そのためというのがこの爆発的勢いにあると思っています。あとはそこにちゃんとエネルギーを投下し続けなきゃいけないと思ってますので、商品改善、商品バリエーション展開っていうのをこう2021年8月までは貯めてたわけですけど、まあ、今はこう一定こう世に出てってるわけで、それをさらに上回るエネルギーを購入していくことがまあ大事だと考えています。まあ、そうですね、店舗数に関しましては、まあ、コンビニ様に関しましては、まあ、結構な割合になってきているので、まあ、まあ最後 の、 まあ、その先ほど述べた通りまだまだ導入し始めたばかりの店様がありますので、そこに関しましては伸びていくと思いますけど、その、まあ、もちろん 100% 限度だと思っています。ただ一方で1店舗当たりの月間売上の方がポイントだと思います。そこに関しましてはやはりパンというのは先ほど述べた通り30種50種ある中で、まあ、弊社は例えば1種しか入ってないお店だったりとか、まあ、多くてもまあ5種なわけですし、そのパンを使った例えば別にサンドイッチがあるわけでもないですし、ベースパスタが入を使った例えば焼きそばとか、まあ、そのパスタとか、まあ、そういったものが入っているわけでもないわけですよね。なので、どちらかというとやっぱその1店舗あたりの月間売上を、まあ、その飛躍的に伸ばすということに伸びしろがあると思います。一方でドラッグストアスーパー様に関しましては、まあ、このような割合ですので、伸びしろしかないと考えています。特に、まあ、パンのようなものはそのスーパー様での売り上げというのは非常に大きい商材ですし、まあ、あと、まあ、弊社の商品はその栄養バランスとか、まあ、そのヘルスケアの分野もありますから、まあ、そのドラッグストアでのマニーズも非常に高い状態になっているので、まあ、ここは十分伸びしろがあると考えています。それではお時間になりましたので、ベースフード株式会社2023年2月期第4四半期決算説明会を終了させていただきます。それでは本日もご参加いただきまして誠にありがとうございました。ありがとうございました。